です。ピンクラテ TP 始まるよ。イエーイ。はい、今日はですね、アリアとモモカのカバンの中身紹介。イエーイ。じゃあ早速紹介していきます。モモカか。はい、私のバッグこれです。めっちゃかわいい、大人っぽい。これはテストかなんかのご褒美で特別に買ってもらった、もうたった一つの特別なブランドバッグです。すごい宝物です。トマス&シュエットっていうやつのトートバッグで、いっぱい入るので、しかもなんか結構いろんな服にあったりするから持ち歩いてます。中身を紹介します。まずですね、これはコムフラテのポーチです。めっちゃ可愛い。これに見覚えある人がいるかもしれないんですけど、青いポーチをこれに変えました。続いてこれ何が入ってるでしょう。ね、リップとか鏡とか。ブーブー。これは予備銃とか充電器、充電器とか、あとイヤホンとかが入ってる、なんかコード系が入ってます。マイメロちゃんです。と次はメイクポーチ。あ、ピンクラテ。ピンクラテ、多分ニコラの色だったと思うんですけど、これはなんか入ってる時と入ってない時があります。中身はなんかこうスポンジとか下地とか、あとはアイシャドウとか化粧水とか、なんかいろいろメイクに関するものが全部入ってます。あとは財布。この財布めっちゃ可愛い。これはベルシカの財布です。可愛い色。これはノートです。なんかいろいろレッスン用とかで書いてあります。いつもはですね、これぐらいのちっちゃいペンポーチを持ってるんですけど、めっちゃちっちゃいじゃん。忘れちゃったんです。忘れ物って言ってお母さんから写真が届いたんですけど、あ、これも忘れたんだ。鏡忘れたのと、見て、ピティにもらったね、シールがね、ついてるね、鏡。自分でデコった鏡がいつも入ってるんですけど、このちっちゃいペンポーチもいつも入ってます。忘れました。あ、ピティっていうのはピンクラテ TV のスタッフさんの通称がピティです。はい、次、日傘。折りたたみ、晴雨兼用だから、あ、雨降ってきちゃったって言って刺したりもします。次、まあ日焼け止めですね。次、水次、なんかその日に使うリップだけ、あのすぐ出せるところにしまってあります。次、これがハンカチと歯ブラシ、誕生日プレゼントにもらいました。めっちゃかわいいじゃん。と、除菌。除菌ができる。以上です。めっちゃかわいい、これカバン。次は私のカバン、これです。リップです。ピンクラテのデニムのリュックです。かわいい。いつもレッスンとかで使ってます。いっぱい入りそうだね。まずここのセットにはハンカチと、このハンカチお気に入りなんですよ、ユニウェアのアリスのハンカチです。と、あと絆創膏がいっぱい入っているいつも怪我するから絆創膏が大事あとはまあティッシュですで、はまずクマちゃんがいます。いつもこの子はぬいぐるみを必ず1個持ち歩いてます。クマちゃんと、あとピティさんから誕生日プレゼントもらったドラえもんのチョコリさんです。チョコリさん、チョコリさんね。あとポーチです。これは充電器とかイヤホンとかが入ってます。あとね、これポーチ。これはね、モモカちゃんからもらったドラえもんの鏡。ハンドジェルとか櫛とか入ってます。リップも入ってます。このポーチは100均で買いました。あとは、まあ、財布です。あと、いつもお菓子を持ち歩いてますプーさんのグミです。ももかちゃんはプーさん大好き。プーさん好きなんです。あとね、コロロも大好き。とこのチョコボールとフォンターレ。このチョコボール、箱が光るって書いてあるんですけど、あんまり光らなかった。あとは、まあ、汗拭きタオルじゃない、汗拭きシートと日焼け止め、9の日焼け止めとメガネです。目が悪いんでメガネです。以上です。以上です。はい、というわけで2人のバッグの中身を紹介しました。いつもね、こんなものを持ち歩いてますっていう感じです。
参考にしてみてください。では、この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録よろしく。